神戸新交通六甲アイランド線愛称六甲ライナーの住吉駅をご紹介します JR 神戸線の住吉駅と同じ駅舎にあり地平に JR のホーム橋上に JR と六甲ライナーの改札が並び3階が六甲ライナーのホームとなります六甲ライナーは当駅と六甲アイランドと結びます ポートライナー、ニュートラムと同じゴムタイヤで走る新交通システムです。ここは神戸市東灘区、駅のすぐ西側に地名と駅名の由来となっている元住吉神社があります。南には国道2号が通り、その周囲に東灘区役所をはじめとした庁舎ビルや商業施設が立ち並び、 東奈良区の中心市街地を形成しています六甲道周辺が奈良区の中心地であるのと同じように東奈良区の中心は住吉駅周辺ということになります東奈良区は人口21万人9つある区のうち西区・北区に次いで3番目に人口の多い区です 街並みが美しく、住みやすい環境で、大学や有名私立学校が点在しており、お金持ちも住んでおり、なんというか、いいところです。2号線には、ロッコアイランドから出港している大分行きのフェリーサンフラワー、および新文字行きの阪急フェリーの乗り場とを結ぶバスの停留所があります。阪急フェリーは阪急電車とは関係ありません。 関係あれば面白いですけどね大阪の坂と九州の旧で阪急フェリーです昔徳島と結ぶ阪神フェリーというのがありましたがそれも阪神電車とは関係ありません阪神電車とサンフラワーがコラボした弾丸フェリーという旅の企画はありますが一方和歌山と徳島と結ぶ南海フェリーは 正真正銘南海電車の南海グループですああフェリーの話で時間を費やしてしまいましたね私実はフェリーが好きなんです JR の線路沿いに水車広場があります住吉川流域では江戸時代から昭和初めにかけてたくさんの水車小屋が立ち並び名田の酒造りのための精米に利用されました 六甲のきつい傾斜が大きな水力を生み出していたわけですが、江戸時代には墨吉川の上流で芦屋の住民が密かに都位を設置して芦屋川に流れるようにしたことで、墨吉村と芦屋村との間で大騒動に発展したこともありました。電力の普及とともに水車小屋は減っていき、昭和54年に最後の水車が火事に遭い、 姿を消しました六甲ライナーはここで大きく90度にカーブしますポートライナーでいうと三宮駅を出た直後の急カーブに相当しますここから住吉川沿いに南下していきます住吉川は 典型的な天井川。川の下を鉄道が走ります。明治7年に大阪と神戸の間で鉄道を開通させる際、芦屋川、隅美川、石谷川の3つの川は天井川で、イギリス人技師の指導による難工事の末トンネルを開削し通しました。このうち石谷川は日本初の鉄道トンネルです。 六甲ライナー次の駅は魚崎阪神電車と連絡していますさらに南下し六甲大橋の直前に南魚崎駅があります六甲アイランドでは北から順にアイランド北口アイランドセンターマリンパークというカタカナが豊富な三つの駅があります合計六駅終点のマリンパークまで 所要時間約10分です図書館と断じり資料館おしゃれですね住吉は確かにおしゃれなイメージはありますね南の方は菊政宗や白鶴の酒造館があり酒蔵の町となっています元住吉神社の由来は日本書紀にあります 神宮皇后が三冠征伐からの帰祷、船が進まなくなったおり信託を受けて創建したものですその際「真に住むのに良いところ」と称えられたことから「住吉」と名付けられました確かにに今でも住むのに良いとこ,ろです、ね、ところで住吉といえば大阪の住吉大社が有名ですが あちらも同じことを有所としていますしかし元住吉神社としては当社の方が古く住吉大社も当社からの感情だと説明していますそれゆえに元住吉神社なのですしかしながら学会的には住吉大社の説の方が有力とされています大阪では住之江という地名があるのに対し こちらにはないことも根拠のようです元住吉神社としては少々分が悪いですが元織則永はこちらの主張を支持しているそうです真相はわかりませんが神宮皇后はこの辺りではちょいちょい顔を出す謎めいた人物ですね三陰の地名も神宮皇后が 井戸の水に姿を映したことから来ていますから。第十四代中愛天皇の妃ということですが、実際はどんな人だったんでしょうね。有志ある神社と水車側で知られた住吉村ですが、明治に入り、かなり早くに鉄道の駅が設置されました。大阪神戸間の鉄道は、 1874年明治7年5月11日に西宮三宮の2駅を途中駅として開通しましたがその3週間後明治7年6月1日に住吉と尼崎も開業し途中駅に加わりました加速早いですね 駅の開設により、周囲は急速に発展し、住宅地が造成されるようになりました。六甲ライナーの開通は、その116年後、1990年2月21日です。ポートアイランドに続く神戸の第二の海上都市、六甲アイランドの主要交通機関として、華々しくデビューしました。 当駅の一日の乗車人員は一万三千人。六甲ライナーの中では第一位です。ちなみに J. R. 住吉駅の乗車人員は。三万二千人です。まあ、そんなもんでしょうね。ポートライナーと同じく自動運転が行われ。 フルスクリーンのホームドアが設置されています車体はポートライナーよりもちょっと濃いめの色使いでなんというか大人な感じがしますね住吉駅良かったです